こんにちは、おもとのホームエンです。今日は40度を超えるような真夏の水やりの実際について、私たちが実際にどういうふうにしているのかを中心に紹介していきたいと思います。暑さ、日差しが最高潮の8月、2020年の8月はとんでもないような暑さで、お盆前後は外気温が40度という日が1週間ほど続いています。そんな時の私たちおもとの方面園の水やりは実際どうなのかについてお答えしたいと思います。ではまず温室の水やりについて、2020年の8月15日時点で温室内は約2日から3日ほど空けて水やりをしています。まず8月1日にわらばいの空く水で、ここで5日ほど空けまして、8月7日にスーパーワンと、こちら液肥ですね。でマルチケーミン、こちらは微量要素なんですが、そちらの混合液を両方だいたい1万倍以上ですね、薄めたものをやり、2日空けて8月10日にわらばいで、3日空けて8月の14日にわらばいをかけて、8月の15日、今日は何もする予定はないです。で、また、外棚の水やりということで、外棚は風が温室内より通りますので、涼しい時、雨や曇りの時以外は、1日から2日ほどの間隔で水やりをやっています。8月1日にわらばい。で、1日空けて8月3日にわらばい。2日空けて8月6日は井戸水。で、2日空けて8月9日に井戸水。で、ここから特に暑くなってきますので、1日空けて8月11日に降り水といって、葉や表面を湿らす程度、葉や表面だけ水を含む程度の軽い水やりをして、しっかりした水やりを1日伸ばして、8月12日に蓄作液の1万倍、でまた8月13日に降り水をして、8月14日にわらばいをしています。では私たちはどんなことを考えて水やりをするかしないかを決めているのか。おもとの水やりの基本は、よく乾いたら水をやるです。あげた水がまだ残っているようならやらない方がいいですし、その日の昼間に水切れが起こってしまうんでしたら、その日の朝や前日の夕方に水やりをした方がいいと思います。おもとの方面園では、大鉢のその20センチを超えるような鉢、7号から8号といった大葉実親から、7センチほどのティーカップより小さいような2.5号の鉢まで、それぞれ同じ温室や外棚に置いてあります。水切れで葉がふにゃふにゃになってはいけないので、よく乾くものを見て水やりをして、で大きな鉢では水やりを飛ばしたり、また鉢の用土をより乾くものにして水やりのタイミングを見ています。水やりと気温、湿度、私たちの8月の水やり、その感覚を見ていただくと、暑さで人間は水をやりたくなるんですが、外気温が40度になっても数日空けて水やりをしているのがわかると思います。特に私たち愛知県の岡崎市が湿度も高く、そのために水やりの感覚も遠くしています。日本の多くの場所では、この高温でかつ多湿、その多湿になりますので、水のやりすぎに注意した方が良いと考えています。水やりと寝落ち、芋。水やりはなるべく夏は辛く、水を少なくしていった方が、秋の植え替えの際に寝落ちが少ないので、干からびないように、また生姜のような芋に栄養と水も貯蔵できることを考えて水やりをしています。まとめとして、
40度にもなる真夏の水やりについてお話ししますと、おもとの方面園では8月の暑い日でも数日間隔を空けて水やりをしています。自分のお棚のよく乾くおもとが水切れでふにゃふにゃにならないように水やりをしています。温度は高いですが湿度も高いので水やりの間隔を空けています。おもとは芋に水分を貯蔵しているので乾きに強いです。はい、では今回の真夏の40度にもなる方面園の水やりいかがだったでしょうか。私たちおもとの方面園はこの説明欄からと飛べる私たちのホームページやこの YouTube でおもとに関することを様々に発信していますので、今回の情報が少しでもためになったという方はいいねボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。今回の動画の感想やこんなことを聞きたい、教えてほしいなどコメントをいただけると励みになります。おもとの方面園でした。ありがとうございました。